長らくお待たせいたしました。ただいまよりポリスノーツを上映いたします。最後までごゆっくりとご鑑賞ください。2010年、人類初のスペースコロニービヨンドコーストが完成し、人類の宇宙への本格的進出が開始された。2013年、コロニーへの一般市民の移住に伴い、数十万の移住者たちの治安を守るため、俺たち5人の宇宙訓練を受けた警官が選抜された。イギリス・スコットランドヤードからゲイツベッカー、日本の警視庁からジョセフ・サダオキ徳川、アメリカ・ニューヨーク市警からサルバトーレ・トスカニーニ、そしてロサンゼルス市警から俺とエド・ブラウン、世界中の警察からえりすぐられた俺たちは、警察権限を持つ宇宙飛行士としてポリスノーツと呼ばれた。
俺はジョナサン・イングラム。30年前、スペースコロニーのビヨンドコーストでポリスノーツとして働いていた。もっとも、エンプス事故で宇宙をさまよっていた俺にはわずか数年前のことにしか思えない。まだ生々しい記憶だ。妻や友人、仕事、何もかも30年前に置いてきてしまった。あの事故で過去を失った俺は、この汚れた街オールド LA でネゴシエーターまがいの探偵をしている。幼児誘拐や人身売買のネゴシエート、身代金の仲介、脱獄犯の逮捕など、ヤバい依頼ばかりだ。だが俺みたいな過去をなくした男には、そんな世の中の海がなければ飯も食っていけない。せいぜい腹いっぱいになるまで頑張るしかないか。さて、依頼人が来るまで何をしようか。この部屋には俺の過去を示すものがたくさんある。前方の壁には新聞の切り抜きや写真が。机の上にはあいつとの写真。どれも記憶の空白を埋めるものばかりだ。ロレイン、俺のワイフ。いや、それも過去のことだ。俺があの事故を起こした後、ビヨンドで再婚したらしい。今では他人のワイフだ。日本人とアメリカ人との二世。あいつにはどこか神秘的なところがあった。
しもし、なんだ、間違った、ごめんよ。間違い電話とはバカにしてる。クソ、仕事の依頼電話はないか。こちら水道局ですが、水道料金が未払いです。早急に納金してください。汚染した水を飲ませてるくせに。やっぱり事件の依頼は入ってないか。ジョナさん、あたしよ。最近ちっとも飲みに来ないじゃない。しけてるわね。そうだ、俺はしけてる、わかってるさ。くそ、仕事の依頼電話はないか。ヘボ探偵か。クソ、仕事の依頼電話はないか。あー、聞こえるか、モルソンだが、オタクとの取引はなかったことにしてくれ。じゃあな。また依頼人に逃げられたか。やっぱり事件の依頼は入ってないか。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。
エド・ブラウン。俺の人生で最も信用できる親友であり、良きパートナーだった。今日は運がいい。こんな早い時間に客が来るとは。どうぞ。鍵はかかっていない。ジョナサン、久しぶり。ロレイン。私よ、ジョナサン。28年ぶりね。今頃どうして？私、おばさんになったでしょ。あなたは変わらないわ、あの頃のまま。ロレイン、なぜ今になって俺のところに？許してもらおうなんて思ってないわ。厚かましいのも分かってる。でも頼れる人がいないの、あなたしか。何があったんだ？助けてほしいの、私の夫が大変なことに。分かった。さあ入って。いいえ、ここで結構よ。あなたにこんな姿見られたくはないもの。じゃあロレイン、依頼人さん、とにかく話だけでも聞こうか。
で、君の夫がどうしたって？夫の北条健三が3週間前会社に出かけたきり行方不明なの。会社や警察に問い合わせても誰も取り合ってくれないの。それで地球へ？嫌な予感がするの。何かあったに違いないわ。蒸発とかじゃ？蒸発なんて考えられない。この地球ならともかく、コロニーで行方不明だなんて、きっと何かの事件に。脅迫みたいなものは？いえ、何も。まるで神隠しにあったみたい。金目当ての誘拐ではなさそうだ。君が再婚した北条ってどんな人物なんだ？北条は日系二世で、あの徳川グループの徳川製薬に勤める技術者よ。生真面目で勤勉で、とても悪いことなんかできない人。そうだ、写真持ってきたの。これが彼の写真よ。なるほど。どう見ても悪人には見えないな。幸せそうじゃないか。ええ、この写真預かってくださるわよね。強引だな。
君の勘だけではわからないな。何か手がかりになるようなものは。北条から預かっているものがあるの。カプセル剤と葉の切れ端なんだけど、なんだかわからないけど重要なものらしいわ。カプセルと墓。自分に何かあったらこれを警察か信用のできる人のところへ届けるようにって。信用のできる人かね。蒸発なんかじゃないでしょう。どっちからでもいいが、それは？これがそのカプセルよ。何の薬だろう。わからないの。徳川製薬に関係するものだろうか。これ、預かってくださる？じゃあ、もう一つの。その葉の切れ端ってのは？これがその葉よ。見たことのない葉だわ。しかし、なぜ半分なんだろう。最初から半分だったわ。預かってくださる？それ。俺たちがいたあの頃から30年近く経っているが、何も変わっちゃいない。本当のロスは北に移転しちまったがな。ただたまに今日みたいに雪が降るんだ。異常気象らしい。ロスに雪が降るなんて。例の地下鉄もスラム化が進んだんで廃止になってる。ビヨンドの発展とは対照的ね。ここは時代から取り残されたところだからな。その、今預かった手がかりの品の他には。口癖のように言ってたことがあるの。プラトーに何かあるって。プラトーに何かある。何のことだろう。依頼の内容については君の話で大体分かった。確かにただの蒸発じゃなさそうだ。ジョナサン、引き受けてくれるわよね。
お金なら心配しないで。お金はドル？円？待ってくれ、ロレイン。ロレイン、即答はできないが、考えておくよ。ジョナサン、引き受けてくれるんじゃ。悪いが、しばらく考えさせてくれないか。今日のところは。そうね。すまない。これは預かっておくよ。わかった。また来るわ。週末までビバリーヒルズのホテルニューローズにいます。いつでも連絡して。ジョナサン、私許してもらおうなんて思ってない。あなたの帰りを待ちきれなかったの。ごめんなさい。あなたが救出された時、私心から嬉しかった。もっと早かったらすぐにでもあなたのところへ飛んで行けたのに。それが痛かった。ロレイン、ここへはどうやって？ホテルで車借りたの。クラシックな感じの。そうか。会えてよかったわ。じゃあ。ロレイン、俺も会いたかった。もっと早くに。ロレイン、車から離れろ。感触はあったな。見えない。早く行け。くそ、どこに隠れた。路地へ逃げ込んだな。逃がさんぞ。
奴はどこへ逃げた？くそ、足跡が追えない。ここには雪が入ってこなかったのか。地面に何かこぼれている。牛乳のような白い血。人工血液なのか。
地味なのか。やつは恐ろしく足の速いやつだ。しかしこの先は行き止まりのはず。地面に何か書いてある。これは文字のようだ。なめた野郎だ。挑戦状のつもりか。
雪が止んだわ。よかった。またあなたと一緒に星が見られた。会いたかったわ、この28年間。ロレイン、その時計まだしてくれてるのね。時間にルーズな俺に君がくれたものだ。私たちの時間は止まっていたのに。ジョナサン、お願い、カレンは病気なの。助けてあげて。カレンは。ロレイン、ロレイン、ロレイン。知り合いか。友人だ。古い。かわいそうに、ビヨンドから来たんだろう。いや、戻ってきたんだ。戻ってきたんだ、俺のところに。本日は ASL 797便をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。当機はグラビティタウンに移り、順調にビヨンドコーストへの軌道を飛行しております。なお、これより先は無重量状態となりますので、ご気分の悪くなられた方はウィンドウ脇の呼び出しボタンを押して、お近くのスチュワーデスまでご連絡ください。どうしたんですか？気分が悪いようですね。宇宙は苦手で。宇宙酔いですか。珍しいな。宇宙は初めて。いや、昔事故で宇宙を漂流して、それで宇宙恐怖症に。それは大変ですね。スチュワーデスに行って薬をもらったらどうです？コールボタンなら壁の赤いスイッチですよ。いや、まだ大丈夫。気を紛らわすには話すのが一番です。隣に座ったのも何かの縁です。よろしく。私はレッドウッドです。ああ、イングラムです。よろしく。
こんにちは。ニュースオーダーの時間です。現在ビヨンド内でのナーク中毒者が急増しております。事態を重く見た BCP ではビヨンドでのナーク根絶を図るため特別チームを編成、ホームからのナーク流入ルートの解明を急いでいるとのことです。ナークはアヘンから作られる合成麻薬で、モルヒネ型依存症状と LSD などの幻覚誘発症状をも兼ね備えた麻薬の帝王といわれるものです。宇宙推進事業団によりますと、宇宙開発におけるナークの依存度は 30% を超えると報告されており、宇宙でのナーク中毒者は増加の傾向にあるとの見解に達しております。以上、BBC からお伝えしました。BBC、 どこのテレビ局だろう。今のはビヨンドのテレビ番組ですよ。ビヨンドコーストブロードキャスティング、つまり BBC ね。次の話題です。今全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により人体へのさまざまな障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないとドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団ではホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上、カレン北条がお伝えしました。はい、どうなさいましたか。顔色が悪いですね。宇宙酔いですか。ああ。緊張なさらないで、気を楽にしてください。ありがとう。何か私にできることございますか。
少し眠ったらどうです？そうですね、宇宙酔いも楽になりましたから。何かあれば起こしてあげますよ。それじゃ。お疲れ様でした。当機は間もなくビヨンドコースト宇宙港に到着いたします。到着ロビーにて国際宇宙検疫制度に従った消毒殺菌入国手続きをお願いいたします。なお、ただいまジュースと食塩錠剤をお配りしております。フライト中に体外へ流出した体液を保